先日私のコキのパーーティーがあったんですねでその時に私があの息子夫婦にね「対して英訳するとアンバサダーだよね」ってで私はクラウンまでやったから「ね、クラウンバサダーはよろしくね」ってあの常々言ってたんですけれども私の「古希」の時にですね孫のイッサが「パパとママがクラウンバサダーを実現しなかったら僕がやるから」って言ったんですね。 で本当にこのねアメビジネスが G3 にもこう伝わっていくってイメージがしてすごく嬉しかったんですね。で本当にあの家族もそうですけど私はアメを聞いた時に本当にたくさんの人がね私の方を向いてそして村山さんがアメを伝えてくれたから私たちの人生が本当に豊かになったわありがとうって言われて人生の最後を迎えるっていうイメージがして夜「 聞いた日の夜眠れなかったんですけれども最後を待たずしてねその呼気の時にあの着せずしてズームで皆さんがねお祝いをねしてくれたんですよねその時に本当に幸せな人が周りにいることそれが私の幸せですってそんなね、えー、人生になったらいいなって思ってたんですけどその通りになっていることにね私は本当に感動したんです。 でそういう私らしい人生っていうのを実現させてくれたそれこそが雨のシステムななわけなんですよねですので私はいつもねアメにはね人の家族の人生をね運命を変える力があるっていうふうに思って伝えているんですけれどもここでね簡単にアメのことをもう一回おさらいしたいなって思うんですね。 であのご存知のようにアメは1959年ミッシガン州エダというところで創立しましたそして創立者のリッチ・デボスとジェイバー・アンデルは、えー、日用品を作って売りたいということで、えーね、創設した会社ではなく成功を望むすべての人々にその平等な機会を提供したいというそういう思いでねこの、えー、ビジネスを立ち上げたんです。ですから 人種も宗教も貧富の差も学歴も全く関係なく今日からできる今日から自分の人生をより良くするために、えー、スタートできるそんなシステムになってるんですね。っでということで、えー、この図を見ていただきたいんですけれども24時間の中で私たちは 寝る時間と仕事の時間と生活の時間とこの三つに分かれると思うんですけど雨私にはできないわ忙しいからできない私は口下手だからっていう人はこの仕事というポジションに雨があるというふうに勘違いされてるんだと思いますここは確かに時間と能力を提供してそしていただくまあ労働収入っていう形になりますけど雨はそうではなくてこの生活 誰もがね朝起きたら歯を磨いて夜、ね、お風呂に入ってシャンプーして寝るまで多くの日用品を使いますよねその日用品は流行も関係なくえ生涯老若男女どなたもも使うものですでそれを他社で今まで通り使っていると気に入らなかったら返せないし気に入ってリピートしてそしてもしそれを口コミしたとしてもですね人生何の変化も起きないわけですよね。 ですけれど雨の場合は気に入らなかったら100%現金返済保証がついているので着払いで送ると買った時の値段が振り込まれますそしてもし気に入ってリピートしてそして口コミでファンクラブを作っていくそうするとそのキャッシュバックがついているつまり a m e は流通革命なので中間業者が入ってないんですよね。 そして CM 代も莫大にかけてないので、それが私たち消費者に返ってくるということなんですね。で、生涯リピートしますし、そして、えー、次の世代も使うので、これが権利的収入の可能性を持っているということなんですよ。これ私聞いたときね、本当にすごい人生が変わるって、2つの未来がはっきり見えたんですね。で、私は34歳でしたのでね、この… 人生の、まあ、先っていうのを考えたときにちょうどね、えー、週刊誌に女性の40代のの代っってていうのが載ってたんですそれは何だったかっていうとまず気力体力が落ちるとそして、えー、子どもは手が離れるけれど教育費というねお金がかかると。 そして、家のローンもね、高くなっていくので。ええー、雲の子散らすように、主婦はパートに走るんだよっていうことなんですよね。そして、そんな折にね、親もだんだん年を取ってきて。そして、介護という問題も生じて、体を壊す人も出てくると。今は、夫の言及や、そして、ええー、リストラっていう。40区っていう人もいるかもしれませんね。 そしてそこをまあ難なく頑張って、えー、行ったとしてもですね定年が待ってるわけですよねそして65歳の定年に、ね、なって昔はですね、えー、子供二2人を大学に入れて家1軒建つって言われたんですけれども。 今は本当に少子高齢化ということもありそして、えー、経済が右肩下がりということでもう本当にね、あのー、すごいですよねアナの,あの、ね、30%、えー、お給料減って言われて、えー、家なんか買ってる人なんかどうするんでしょうって本当に思いますけど、うん、でもしそういうことがなかったとしてもですよ病気がなかったとしても65歳。 で妻が六十歳って言ったときに政府がですね二千万用意してくださいって言ってるんですねでそれは、えー、人生百年時代って言われる中で、えー、ねあのー、必要なお金が月五万五千円足りないんですってそうすると、えー、一生で約二千五百万足りないってことなんですよね本当にこれ、えー、預金をね。 できている人は動くわずかそして年金も目減りしていて退職金も払えない会社が続出している中で誰が貯められるんでしょうって言った時にですねもし皆さんがね買い物先をアメに書いていてそしてアメ製品を使って気に入ってそれを大切な人に伝えてファンクラブファンクラブがちゃんとできていたらそれは資産化するっていうことなんですよね。 で資産というのは何かあったときにあなたのポケットにお金を入れるものですよね。そしてその、えー、私がすごく注目したのはね、あの雨っていうのがネットワークの可能性を含んでいるということでした。うん、あのどんなにねお給料が良くても個人の力って限りがありますよね。ですから個人の能力や時間を投資する労働収入というのは。 限界があるわけですですけどネットワークの可能性っていうことは明日どんな人があなたのネットワークに入ってくるかわからないんですよねそこが本当にワクワクしますよねですので私はね本当にこの36年間明日誰に会うんだろうっていうことにワクワクしながらこれたんです、うん